永井が6年ぶりに名古屋グランパスに復帰したわね。そうだな。今回は遺跡の経緯と反応などを見ていこう。ゆっくりしていってね。青色って涼しく感じるわよね。暑いのは苦手だぜ。やっぱりどんどん侵食されてる気がする。まんじゅうに体が生えるとかヤバすぎるんよ。さて、気を取り直して永井の遺跡を見ていこう。永井は2017年から FC 東京に加入。当時の監督は現在の長谷川健太監督。ここで活躍することになる。特に活躍したシーズンはいつ？一番活躍したのは2019年シーズンで、ディエゴ・オリベイラと共に、チームをクラブ歴代最高位のリーグ2位に導いたことから、J1 ベスト11にも選出。やるわね。これらの活躍により、当然ながら日本代表にも復帰し、代表初ゴールを記録するなど絶好調だった。そして今回名古屋グランパス移籍が発表された。復帰になるわけだけど、FC 東京ではうまくいかなくなったってことよね？どうして？次は移籍に至った理由について見ていこうか。今のうちに高評価、チャンネル登録、お願いします。このチャンネルはサッカー全般を扱うチャンネルなので、サッカーに興味ある人は、って感じでなぜ登録する必要があるのか、伝えないといけないよ、この未熟者めが。どうせこうなると思ってました。わあ。なぜ移籍になったのか、その背景を見ていこう。今季から FC 東京の指揮を取るアルベルト監督。ここから様々な影響が出た。やっぱり監督の影響は大きいわね。ここで思い出したいのが永井のプレイスタイル。永井はスピードが持ち味で、枠内シュート率もリーグ屈指。フォワードとして勝負したい気持ちが本人の中であった。もともとの永井のプレイスタイルを考えるとそうなるわよね。そう。しかし、アルベルト監督が永井に求める仕事は違った。チャンスメイクとしての役割を求めたんだ。フォワードとチャンスメイクは全く違う。麻薬とも言えるわね。フォワードも色々な仕事があるが、一番は得点をすること。チャンスメイクは得点につながるプレイをすること。麻薬だな。この意見の相違は大きいわね。意見の食い違いもだが、これでは永井の長所を消すことになってしまう。チャンスメイクに役割が変わったことで、ここまで永井は1得点も奪えていない。フォワードとしてやりたい思いがありながら、無得点ってのはフラストレーションがたまるわね。まあ、監督の方針ってのはあるから、永井にだけ合わせるってのはできないからな。ただ、永井に関しては現状に満足していなかったのは間違いない。そしてもう一つ、重要な背景がアルベルト監督が若手重視の考えであること。若手重視？今回の永井は33歳、そして同じく高萩洋次郎35歳の栃木 SC への期限付き移籍も同時に発表された。FC 東京は変革期に来ていると言えるな。個人的にはアルベルト監督が永井にチャンスメイクを求めていたことも少し納得で、トップへの配球などのチャンスメイク力がチームとして不足している。その役割は高萩ができるんじゃないか？とも思うが、若手シフトしていくんだろうなと感じた。若手のシフトはいずれしなくちゃいけないことだものね。そして永井の名古屋グランパス復帰を後押ししたのが、永井をほぼ戦力外の扱いをした名古屋グランパスの首脳陣が退陣していたこと。そうか。戦力外扱いされたのに戻るのはお互いに気まずいけど、いないなら戻りやすいわね。これらが大まかな遺跡の背景となる。永井は6年ぶりに名古屋グランパスへと復帰する。6年。長かったけど、心機一転、頑張ってほしいわね。あと、一応長谷川健太監督がいるのも大きいだろうな。まあ、名古屋グランパスはそのおかげで苦労してるからあまり言わないけど。マリサ？何か言った？気のせいだ。今回の遺跡、皆さんはどう思いますか？気軽にコメ欄に。ドキドキ。よくできました。初めてのパターン、キタコレ。メリアル。何ですか？キタコレ。は申し子だよ。え、でも、姉さんも毎回この時代遅れまんじゅうもどきないが。いつもより理不尽でした。わあ。霊夢、お前、なんか変わってないか？無言でその悲しい表情やめてくれ。なんか、しょぼんってなってくる。ダメだ、会話にならない。今回はここまでにしよう。それではまた次回。戦う。しょぼん。え？右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。